カウンターの合わせ方、まず一つ目は、ジャブを打ってきたのに対してかわしてストレートです。でこの時にあえて相手はロープを打ってます。そうすることによってまずは守りがしっかりですね。いつでもブロックできる。この体勢をしっかりしている状態で相手からすると打てるなと思った時にかわしていきます。でこの時相手のリズム、こっちのリズムをしっかりと相手に合わせてあげる。ミット持つ前はこの状態からリズム合わせてあげながら、そうすると相手も狙いやすいです。狙いやすいです。例えばこれ難しいですよね。相手がリズム読んでない、しっかりとリズムを合わせてあげる。そうするとカウンターのいい練習になります。よし、入る方がこんな感じです。